皆さんどうも、まゆこです。今回もライトシリーズ2作目であるライト2ウソ食いドラゴンとコンペキ色の夢食いをやってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。前回ベッドに潜ってエフィちゃんパートが終わって、春が今仕事に出ているという感じで終わってベッドに入ったところですが、なんか始まりました。これは夜中でいいのかな。起きちゃった。あ、動けるね。で、レオじゃない、もう間違えた。ハル話しかけられないね。寝てるね今。で、出てるけどいいの。バーのお兄さん、さらに、何？ネズミだ。ネズミじゃないですか。倒しましょう。あれ？あ、何回も戦えるパターンのやつですね。場外に出たよ。あ、戻ってきたよ。あ、いや、こっちかな。じゃあ、え、貼り付けにされてる。誰か死んでる。二人が来るとねえ、何かあるよ。あ、誰か呼ばなきゃ。おう、シーンが飛んだね。死んでる。いや、死んでない。気を失ってるだけだ。首を絞められたような跡があるな。どうするの。今は夜が深い時間だからな。マスターやらも寝てるだろうし、死んでるわけじゃないから、そんなに急いで連絡をしなくてもいいだろう。いいの？いいんじゃねえの？ここに置いといたら、針にして奴らがまたとどめ刺しに来たりするかもしれないからな。とりあえず朝まで俺らの部屋のとこに置いとくか。私、運ぶ。ならお前はこのネクタイ掴んでろ。はーい。まあ気絶してるだけで済んでよかったね。ってことはケーキ隊来るんじゃないんですかね。眠い。マスターを探してとりあえず報告するか。あ、寝てる？ずっと隣で見てたのか。ついてみよう。え、それ私のケーキ。そうだし、起こさなくてもいいか。こいつは調べられない。マスターってことはここかな。あれ、いない。いないね。なんで二度見したのかしら私は。で、多分この部屋の部屋にいるでしょう。あ、今違う。こいつはカードの声。時何を言ったの。 いえ、他のお客様の迷惑になるとお伝えしただけであります。背中にナイフを押し付けてたか、隠せてたみたいな。乱暴だぞ。この人は特になしかな。じゃあここ、羊ちゃんいたし。あ、いるね。寝てる寝てる。こんにちは。何か。あの、少しお話が。実は昨晩、カクカクシカジカシカバネができた。あ、違う、まだ死んでた。めっちゃ失礼なこと言った今。なるほど、またですね。また？前にも数回こういったことがありまして、ああいう性格の男
方法でもありますか。とりあえずは本人に詳しく話を聞きましょう。そうですね、ルーカスさん、バーの人だ。ルーカスさんは僕の部屋で寝ています。わかりました。では私は先に行ってルーカスを起こしておきますね。寝てる寝てる、起きない。なんかないかな。ないね。じゃあ自分の部屋に戻るのかな。それでお前をあそこに貼り付けにしたのは誰かわかるか。あーそれなんだがな、覚えてない。首を絞められたのはうっすら記憶にある気がするんだけどさ。やはりか。前にもこういったことがあったと伺ったんですが。あ、ソフィーちゃん、ソフィーちゃんってこいつにも教えちゃった感じ。ルーカス、その呼び名をするなと。ああはいはい、分かったから。そんなに怒るなよ。今回で3回目だっけ。同じように首を絞められて貼り付けにされたんだよ。5回目だ。やっぱり記憶に残ってねえな。今回は警備隊の方に連絡を入れよう。これはだからマスターさん、別に大した怪我してるわけでもなくて、別にしなくても今まで入れたこともなかったんですか。まあルーカスが刺されたり縛られたりすることはもはや日常茶飯事だったので、あまり心配はしてなかったのです。しかしこのように今回のように繰り返すというのは初めてで。死んでからでも遅いですよ。恐ろしいこと言うなよ。では私は連絡の方を入れてきます。本日は施設の方も休みにしておきましょう。ゆっくり休んでください。もう一回あいつに話を聞いてみるか。こいつよくあんな風に別人を装うことができるな。なんだよ。いや別に、なんか面白いからさ。本当に何も覚えてないのか。しかも複数回やられてるのに。さっきも言った通りだよ、そこの部分だけごっそり。わからねえ。まったく罪な男だぜ。ならそれなりの罰を受けないとな。ソフィーちゃんみたいなこと言うなお前。ま、俺からはそんな有力な情報は得られないと思うぜ。今までだって結局思い出せなかったしな。そうか。なんだ、今度は実は探偵でしたとでも言うのか。こういうのには必ず嘘つきがいるからな。あのチビの食料になるんだよ。大きければ1週間ぐらい持つからな。あーそっか、一応そういうことも気にしてるんだな。あの子は随分とお前を大事に思ってるみたいだけどさ、お前はどうなの。そりゃ思ってなかったらあちこちにあいつを連れ回してねえや。楽しそうだなって。そうかよ。じゃ俺はまだ少しだるいし自分の部屋に戻るかな。お前はまず自分のこと気にした方がいいと思うぜ。じゃあな、頑張れよ。さてメモして、あメモ帳、あ前の服に入れっぱなしだったな。ティッシュ、なんでティッシュをチョイスした。ティッシュにも一応かけるか。
謎の怪盗また現ると大きく書かれた新聞がある。だけか。あ、そうだ、装備しないと。ギザナイフ。なんでもないかな。なさそう。じゃあ次誰かに聞きに行けばいいんだろうけど、まあいると言っても羊か警備の人ら。入ってんのかな。うん、あ、入ってるっぽい。よいしょ。ふむ、またあの剣か。あの男のだらしなさは目に余るものがあるからな。まあ常習犯っていうことなんだよね。日常茶飯事ってマスターが言ってたし。昨晩何かあったようですね。施設を閉めた後番をしていましたが、不審者等は見当たりませんでした。じゃあ羊が怪しいよね。羊の子が、なんか前のことがあったからね。羊の子すごいね、怪しんじゃうんだよね。寝てました。ちょっと話聞、あ、でもエフィーちゃんじゃないと多分話聞けないと思うんだよね。よし、どうしました。本日は施設も開放していないので、町の方へ降りて買い物をされても大丈夫ですよ。いえ、僕は大丈夫です。それよりもルーカスさんのことで何か分かることはありますか？ルーカスについてですか。ふむ、あの男の女癖の悪さはもう数字とは理解いただけているようですが、昔からああでした。そのトラブルで刺されそうにな、あ、刺されたって言ってたな。刺されそうになったことも数え切れないほどあり、まったく貼り付けけ。おっと失礼、話でしょう。付き合ってる女性もいるのに。ですよ。そのお付き合いをしている女性というのは、うちの従業員オリビアです。あの赤いドレスの蛇の女性、あの胸の大きい人か。そのルーカスさんとオリビアさんの仲はうまくいってるのですか？まあ彼女は嫉妬深く、他の女性といるところを見れば不機嫌になったりはしますが、ルーカスは彼女の見えるところではあまり別の女性との絡みはしないようにしていましたし、私が覚えている限りでは特に大きな喧嘩をしていたりはありませんでしたね。そうですか、ありがとうございます。解決するといいのですが。そうですね、僕もできることがあればお手伝いします。来て早々巻き込んでしまってすみません。また何かあれば。はい。オリビアと恋人関係か。もうこの件に関してもうっすらと見えてきた気がするが、まだわからないところがあるな。本人に話を聞きに行くか。ってことで話聞きに行きましょうよ。ドリフト失敗したあ、そう、自分の部屋戻ってるって言ったんじゃん。遠回りしちゃった。ここにお酒あったから。やっぱり抜けてるからさ、なんか少しもぞもぞっとした気持ちにはなるな。まあ女の子に首を絞められる記憶なんてなくていいけど、他に消したい記憶がいっぱいあんのにな。そっちもじゃあ突然消えねえかな。蛇の人です、多分。なーに。すみません、少しお話を伺いたくて。ああ、今なら大丈夫よ。私が分かることならね。そのルーカスさんとお付き合いされていると伺ったのですが、これは本当でしょうか？あら、そんなことまでも聞いちゃったのね。ええ、そうよ。何年か前から彼と付き合っているわ。ルーカスさんは随分と女癖が悪いですよね。まあそうね。でも私はそこまで責めるつもりはないわ。だってその部分も含めて彼なんですもの。昨日の夜中は何かされましたか？手品の練習とかかな。いいえ、お仕事の片付けをしたらすぐ寝たわよ。そのはずの、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、そのはずなんだけど、みんな一部の記憶がないって最近言うから、私も不安だわ。最近多いということですか？まあ、これ絶対羊の男の子関係してくるやんけ。
そうね、最近は特に記憶がなくなることが多いわ。お客さんにもそういう人が複数出ているしね。それはいつ頃から？あの男の子がここに来たくらい、来た時くらいかしら。ちょくちょくこういうことが起こるようになったの。うわ、もう完全にそうじゃん。それから嫌なことを忘れられるってことでお客さんが増えたりもしたけど。なるほど。他に聞きたいことは何かあるかしら？いえ、今はもう大丈夫であります。キャラ忘れとったやろ。そう、また聞きたいことがあればいつでも聞いてね。はい。やっぱ関係はして、あ、イベントです。なんかややこしいことになってってるな。調べてる途中に俺も記憶ごっそり持ってかれたら最悪だな。あー、くそ、今回は少し面倒なことになりそうだな。あ、そうだ、パパいない、探しに行こうかな。あ、回復よし。あ、出た出た、隊長出た。隊長さん。おや、久々に会ったな、お嬢さん。完全に変な声出た。隊長さんがいるってことは誰か死んじゃったの？いや、今回は別件だ。別件？ここにドラゴンがいるっていう噂を聞いたのでな。確かめるために私たちも同行したんだ。そっか、じゃあ忙しいからお話できないね。あれ？これ隊長だよね。また同じこと言ってるけど、ちょっとまた見直しとこ。用事が済めばまたいろいろと話をしてあげよう。やった、君が出てきた隣の部屋、ここをマスターと呼ばれる人に一時的に貸してもらっている。ああ、それ、そうだ、ブレッドは少し、ん、部屋にいるから言えば少し遊んでくれるかもしれないな。ブレッドさんは一緒に連れていかないの？うん、少し問題があってな。しかし今回は凶悪な殺人犯がいるわけでもないから、今は待機してもらっている。まあどうせワープできるからね。へー、そっか。では失礼する。誰も死んでないって言ってたからパパも大丈夫だよね。なら遊ぼっかな。はーい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次のパートではこの中にいるであろう警機隊の、副隊長かな、ちょっとどっちだったか未だにねこんがらがったしてんですけど、まあそんな感じです。はい、それでは今回の動画のご視聴ありがとうございました。次回もよろしければご覧ください。それではまた、バイバーイ。